リングゴールド、ウィル・マー・リング・ラードナー・ジュニアは、アメリカ合衆国のジャーナリスト、脚本家である。女性、ナンバーワンと、MAS、H マッシュで二度アカデミー賞を獲得しているが、1940年代末から1950年代にかけての赤狩り時代には、ハリウッドの映画スタジオのブラックリスト入りしていた、ことでも知られる。シカゴで生まれる。父のリング・ラードナーは、作家、 ジャーナリスト、兄のジョンは、スポーツライターであった。アンドーバーのフィリップスアカデミーとプリンストン大学で、学び、ソーシャリストクラブに加わる。2年生の時に、モスクワ大学のアングロイコールアメリカンインスティチュートで、学ぶ。1935年に、ニューヨークに移り、デイリーミラーで短期間働いた後に、デビッド・オーセルズニックの新会社で、宣伝担当者として契約する。 1937年にアメリカ共産党に入党する。ハリウッドに移ったラドナーは自分の作品を執筆するようになる以前には広報やスクリプトドクターのお仕事をしていた。1942年の女性ナンバーワンによりアカデミー賞客本賞を受賞する。この他にもローラ殺人事件ブラザー・フットーブマン永遠のアンバーを手掛けた。ラードナーは 強い左翼思想の持ち主であり、スペイン内戦の際には、共和国に資金援助を行った。また反、ファシストデモの組織にも関わっていた。兄弟であるジェームズは、エイブラハムリンカーン大隊に加わっていたが、1938年にスペインで亡くなった。政治的な言動は、映画スタジオの経営者たちを困らせたものの彼の仕事は途切れず、 1947年時点では20世紀フォックスと週給2000ドルの契約を結んでハリウッド屈指の高額脚本家となっていた。1947年に召喚されたハリウッド店。一番左側の人物がラードナー。第二次世界大戦終結後、会務非米活動委員会はハリウッドの映画産業の調査を開始する。1947年9月にフックは ハリウッドで働く有効的な商人たちから左翼思想の業界人の情報を聞き出した。1947年10月30日に、ラードナーは、アルバベッシー、ハーバート・ビーバーマン、アルバート・マルツ、エイドリアン・スコット、ダルトントランボ、レスター・コール、エドワード・ド・ミトリク、サミュエル・オーニッツ、ジョン・ハワード・ローソンと共に、フックに召喚されたが、彼らは、 アメリカが衆国憲法修正第1条を盾に証言を拒否した。ハリウッド県と呼ばれた彼らは議会侮辱罪で有罪判決を受け、ラードナーは罰金センドルとダンベリーの刑務所での12ヶ月の服役が命じられた。1947年10月28年に彼はホックスとの契約を解除された。ハリウッドのブラックリストに乗ってしまったラードナーは数年にわたって 小説、ザエクスタシーオブオーエンミュアを執筆した。その後はイングランドに移り、ロビンフットの冒険といったテレビドラマの脚本を偽名を使って書いていた。1965年にマーティン・ランソホフ制作、ノーマン・ジュイソン監督の映画、士なキキットで再びクレジットされ、ブラックリスト入りは解除された。その後はアカデミー脚色賞を獲得した MAS。 H マッシュや、アリ・ザグレーテストを手掛けた。1937年に、デビット・オーセルズニックの秘書だったシルビアと結婚する。二人は、息子と娘を一人ずつ儲けるが、1945年に離婚する。1946年、ネバダ州ラスベガスで女優のフランシス・チェイニーと結婚し、息子を一人儲け、亡くなるまで連れ添った。チェイニーの全夫は、 ラードナーの兄弟のデビットであり、娘と息子を一人ずつ儲けていたが、デビットは1944年に亡くなった。2000年にマンハッタンで亡くなった。ハリウッド県の最後の生存者だった。ありがとうございます。